皆様、こんにちは。今日は2021年11月21日日曜日です。今日のテーマですが、ネットの暴動と中国の文化。皆様はご存知の方はいらっしゃいますが、語もとも言います。あるいはピンク党とも言います。ゴモと言いますが、ネットで中国の指導方針に従って、ネットの社会で 工作をする人のことを語毛、あるいはコピンクと言います。赤色っていうのは共産主義。また中国の共産党も赤色だと表現されています。赤色のイメージです。ピンク色っていうのは共産党員、正式な共産党員ではないですが、でも共産党のことを大好きっていう方ですね。ピンク色と言います。語毛っていうのは報酬なんです。中国では元 というものがありますので、10毛で1元なんです。なので、5毛というのは0.5元です。約70円,円、80円ぐらいです。これは当時ですが、ネットに中国政府の方針に従って投稿すると、1つのメッセージというのは0.5元くれていました、まあ。5文くれていました。なので、 これがうもと言います。正式な名前、インターネットコメンテーターと言います。一般人のようにインターネット上でコメント欄や掲示板など中国の共産党が言いたいことを書き込むことです。つまり世界の世論を誘導するという意味です。 今の時代ではインターネットの時代です。みんなスマホを持っている時代となりました。情報を収集するにはスマホを依存してしまいます。インターネットから情報を収集するようになってきました。こちらはですね、最近ディオールが大変です。また日本の女優ですね、三上さんも大変です。あの、批判されています。 前回ですが、去年ありましたが、D&G、えー、ドルチェガバナでしたか。で、この女性ですね、中国人の女性ですが、ピザを食べると。ピザを食べるんですが、お箸でピザを食べると。カッタンとかねあの、フォークとか使わずに、お箸で食べると。そういう動画とかありまして、 まあ、D&G のことをすごい批判されていて最終的に D&G はもう中国から撤退するという時代にあもうな,なりました今回ですがこのディオールですね、まあ、大変ですこの女性はディオールの有名な写真をあのカバンですね持っているんですがそしてこの女性はお化粧されていていろんな服装 来てですねそういう写真を撮られていました、えー。これは非常に中国では今批判とされています。まだ日本の、えー、女優ですが、アイドル、えー、三上さんですね。中国の、あのー、これは漢服と言いますが、まあ、中国の昔の服と言われるんですが、実はですね、違います。中国の昔の服というのはこれじゃ,ないんじゃないんですね。こんなに美しくないんですね。今の時代になって 美しくして進化させてこの文化となりました。昔の中国の服、女性、このような服着ていません。なので、これはですね、あの、芸術品と言ってもいいんですが、脅威品に使われるあの服装なんですね。本物の昔の服ではないんです。日本の着物とかではないんです。韓国のような文化でもないんです。中国の昔の 服、まあ、あるいは違いますので、今の時代になって、そういうふうにしているだけです。小物ではないんです。で、まあ、この女性はですね、ちょっと露出の高いあのやあのことをやるので、まあ、よくそういうふうに批判されていますが、あのまあ、中国は良くないというふうに批判されています。で、このような写真を撮影したのは、チャンマンという中国の写真作家なんです。批判する理由としては、 まあ、ディオルもそうでした、三上さんもそうでした。中国の文化を売却曲した、中国女性を醜い、見えるようにしていると、えー、西洋ブランドの美学化、文化の中にある傲慢と偏見ですよというふうに、えー、批判しています。チャイマエンっていうことをか、まあ、彼女ですが、あのピッキーの出身です。そして中央美術学院から卒業されて、中国では有名な写真作家です。 中国では語毛と言いますが、約200万人いています。これは専門職でやっていることなんですが、そしてアルバイトを科学でやっている人間ですが、そして政府の機関の公務員が時間のある時にやっている人間、約2000万人以上だと予測されています。2000万人の規模です。すごいですね。そしてみんなファーウェイのスマホを使ってやって,やや、まあ、やっていくということですので、えー、政府は ファイブのスマホをみんなに配るという意味です。2015年の5月、上海の普段大学、アルバイトを募集していたんです。大学生2650名、バイトを韓国でやっているんです。つまり、拷問の多くというのは大学生なんです。大学生はどうして参加するでしょうかとなってくると、大学には共産青年団というのがありますので、 まあ、強制団と我々は言いますので、団員になる可能性がある。だから参加すると。団員になる可能性があるっていうのは、将来的に共産党員になる可能性もあると。そして、将来公務員になる可能性もあります。これで積極的に参加すると。これは自分のためではあります。2000万人もいているので、世界のあらゆるのところに出てくる。つまり、皆様も、 そうでしょうし、どこにでてもそういったコメント、掲示板、中国にいるゴモが書いている可能性は非常に高いです。まあ、どこでも見えるという意味です。中国の普通の国民ですが、そんな暇はないんですよ。みんな生活していくので必死なんですよ。大変ですし、楽ではないんです。そんなに批判するつもりもないですし、余裕もないんです。そもそも Dior とか D&G とか、 どうでもいいです。みんな見ないですし。これは語っというのはネットで暴力を振る団体だと言えますので、中国のネットの世界の構成ですが、一般人と一般人の裏にある拷問なんです。世界の世論というのは拷問たちがコントロールしていますので、そもそも中国では自由な発言はできないんですよ。ネットの社会でも全く同じです。 当時、部下の先生ですが、李文亮先生ですね。部下のコロナウイルスができ、できましたよと、ネットで自分の SNS で発信しまして、発信して彼は逮捕されました。指導されて削除をしろと言われて削除しました。これと同じなんです。ネットの社会でも自由な発言はできないんです。そもそもこれなんですね。中国政府は言いました。ネットの環境をきれいにすると。 文明のあるネットの社会を作ると、ネットの内容を審査していくと、ネットでも良い風が吹くようにしようというふうにしています。なのでネットでは内容を審査する、そして発言の内容を厳しく審査する。現実社会では警察が動く。非常に反政府の内容が投稿されましたら逮捕もします。 中国ではですね、あの、さっきディオールとか話に戻りますが、この心美学がありますので、心美学当然ですが、文字の通りです。審査する、美学するという意味ですが、美を審査するという意味です。どんなものが美しいのか、どんなものが美しないのか、それを勉強していくと。これは古い考え方ではありますが、 もう本当に18世紀、19世紀にあったんですが、このような美学は一つだけですよと、美っていうのは美しいは一つだけですよというふうに教育されていたんです。しかし、今の時代になってくると、美学から芸術の研究を独立されています。例えば、芸術学が出てきました。多種多様な社会になってきました。でも、中国では未だにその美を審査する学がありますので、 そうすると、美しい、美というものは美しくないといけません。でも、芸術というのは必ず美しいとは限りません。美しいから芸術ですよとは言えないんですね。芸術形は芸術品を作ります、あるいは描いたりもします。その方の価値観、その時代、その方のセンスが表現されていると思います。私は博物館にいてですね、 芸術品を見ることが好きなんですその中に一番好きなのは歴史博物館が大好きですね。いって好きな形のあるものはあ,のあります。そしてえと思うあまり意味が通じないもの意味がわからないものも正直にあります。通じないんです。そのものをですね見ることにですねその歴史とか文化を知ることはできるということですので。 まあ、よろしいか、よろしいかと思います。そして、そのものを見て、理解できないんですが、なぜなら、その歴史とか、そのものの裏にある歴史、文化を知らないという意味ではありますので、やはり、あの、勉強していこうとなりますし、まあ、これはこれでいいと思います。でも、これはいいのが、昔、こんなものはありましたねというふうに思うのも一つではある、ありますので、この世界に対して、 一つの認識、一つの知識がまだ増えたという意味ではあります。私は日本の東京国立博物館にいたことがあります。中国の三世、山西からの仏像がありました。とてもとても綺麗でした。感動しました。南北朝の時に約1000年前、2000年前だったと思いますが、の仏像を持ってですね、その見て、 もう今の中国の文化と今の中国の本土の文化と何かが,が関係あるのか私には見えないんですよ。でもその仏像自体が本当に綺麗でした。まあ、人類とかやはり進歩していきますので、未,まあ、未知の社会、世界の進んでいきますので、今はまだわからないとか理解できないことを探、まあ、っていって探索していってことであの成長するというふうに思います。 なので、中国では、まあ、その芸術イコール綺麗というのは中国ではまだまだなんですね例えばですが中国ではあの前の皆様に話をしたことがありますがこのような看板街並みはありますみんな同じ街並みでみんな同じ看板ですこれが綺麗ですこれが美しいですそうするとみんな看板文字同じです統一されています で、このような街は当然綺麗とは思います。整えているという意味ではあります。でも、その美しい、綺麗、多種多様とはまた別に違うでしょうと思います。なので、日本の街並みの文化は実は綺麗です。例えば日本の商店街とか、中国も実際的に日本のマネーを してですね、そういった日本の京都の街並みを作っていますがあれは多種多様の看板とかいろんなお店の特徴はありますが非常に人気あります中国ではある意味は綺麗ですでもこれは、まあ、芸術とは言えないですねそういうふうに思います例えばですね中国には昔は天則という文化がありましたこれは中国の伝統の文化ではあります でも、今の中国の政府はすごい批判しています。でも、転職っていうのはありました。転職っていうのは、ご存知の方はいらっしゃると思いますが、女性は自分の足をですね、小さくするんですよ。小さく、小さくしています。変形してしまいますのでね。で、その時代の中国の男性ですが、その足を見てですね、興奮するんですよ。なので、今の時代になってですね、本当に理解できないんですよ。 絶対に何が美しいのか理解できないんです。でも、その生活のポンかっていうのは昔の時代にあったので、その時代にあった生活のスタイルでした。なので今の目で見てもしょうがないではないかと思います。もしかして200年後、その200年後の時代の人間が我々2021年のファッション誌とかその雑誌を見て 不思議に思うかもしれません。何がいいのかわかりません。そういう意味ではあるでしょうし、例えばヨーロッパにもその文化がありまして、女性をですね、腰を細くするとか、そして背中から思いっきりあのし、まあ、絞ると言いますので、まあ、骨とか折れてしまう可能性もあるというのがありましたので。 今の時代になって、やはり不思議に思います。でも当時ですが、これが美しいと、あれがセクシーというふうに思う時代もありました。なので、まあ、こんなことありましたねと思うだけでよろしいではないかと思います。そして文化においてですね、やはり違う考え方を持つのがあの大事ですので、中国の共産党は、あるいは中国この社会ですね、 まあ中国その国ですが、違う発想、違う思想を持つことがダメなんですよ。これは中国政府の方針でもありますので、あってはいけないと。みんなと違うことをやるっていうのは、みんな反乱してしまう可能性がありますので、これはダメですよと。なので、できればみんな同じ思想を持つ。みんな同じ考えを持っていく。そしてみんな同じ言葉で話す。 例えば、今、上海語はもうダメですので、上海の若い子は上海語話せません。広東語もダメです。上、広東の若い子たちは広東語は話せません。そして、モンゴル語も内モンゴルですが、モンゴル語は話してはいけませんと。これからモンゴルでは、まあ、内モンゴルですが、あの、中国語、ピッキングを教える。授業で教えると。 いうふうに言っています。モンゴル語は禁止ですので、ウイグルも同じです。ウイグルの主要上では強制的にピッキング語で話せと、ピッキングを教えていくと。つまり、みんなの思想を統一する。みんなとみんなで同じことをする。うん、みんな同じ考えを持つ。そういうのようなあの文化ではあります。この文化の中であの、中国では新しいものを発明するとか、 新しいものを、まあそういう今までになかったものをやるっていうのは、そういう環境がないんですね。みんな同じ発想を持っているので、絶対にできないんですね。なので、外国の、まあ日本の方もそうですし、エリート方にお願いして、中国に来てもらって、まあ、発明とか開発してもらおうとはしていますが、この環境の中ではダメですね、実際的に。 この環境の中では、みんなと同じ思想を持っていればですね、最終的に、まあ、危ないと思いますよ、中国では。なので、今は利用する価値はあるだけはいいんですが、利用して、そして、まあ社会が良くならないので、まあ最終的に自分もあの被害を受けてしまう可能性はありますので、これが中国の、まあ、基本でもありますし、まあ、基本が変わらないので、このような社会にいると、というのはもう、 あの、利用されるだけなんですね。よくはならないと思います。社会は変わりませんので。この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。